皆さんおはようございます。長官原田の時間です。いよいよ三部作ね、親密もう分かったね。昨日は苦密言葉やね。今日は異密、異密の異は意見の異ね。で、密閉のね、秘密の密やね。異密で心と向き合う、異密で心と向き合う、これが今日のクレドです。異密で心と向き合う、自分の心と向き合う、それが今日のクレドです。どうかな、三部作で聞いてるだけでなんか元気出ますよね。元気アップでいってらっしゃい。いよいよ三部作の最後でしたね。親密、苦密、異密、異密で心と向き合うっていうのが今日のクレドなんですね。どういうことかな、これ。心と向き合うっていうのはどういう感じ？これは、正直に、素直に自分のね、感じたことを仕事、勉強、スポーツで表現していくという、そういう感じがいいと思うね。だから何か、ちょっとこう裏表をあったりとか、何かこう策を練ったりとかね、そんなんあるけども、そうじゃなしに今日はね、自分の心に素直に向き合って、だって周りみんなコロナでしんどいやんね、疲れてますよね。そこでね、周りの人ね、こう気遣うね、優しくしようとか、みんなを癒してあげようとか、その正直に我々皆さんが感じた気持ちのままに行動するということで、秘密で自分の心と向き合うという、まあそういう解釈を、してみてください。親密、自分の行動アクションを少し整えたらね、周り明るくなりました。苦密、昨日は言葉を調節取れば人間関係良くなりました。今日はベクトルを自分に向けて、異密、自分の考え方、自分の心と正しく素直に向き合って、天真爛漫に自然にね、ストレスなく、アクションしようということです。まあそれがコロナのこの時期の3密から解放される必殺技じゃないかなと思います。ぜひ皆さん明るく、3つ目の連作クレドで、挑戦をしてみてください。元気よく行きましょうか、今日もね。いってらっしゃい。拍手お願いします。よーお。3つよ、3つ、3つ。いってらっしゃい。